昭子内親王内親王天王2年3月13日上限2年9月18日は、平安時代末期から、鎌倉時代初期の御子、鴨祭院である、蕎麦天皇の第七王女。母は、美福門院の女房、春日局。スト院、後白河院、この江天皇は、異母兄にあたる。春日姫宮、五辻祭院とも呼ばれた。 トバインとカスガ局との間に生まれる。一条北辺五辻宮に住した。病没した古内親王に代わり、上安元年6月28日、老いにあたる高倉天皇の鴨祭院に牧場されるが、同年8月14日に病を理由に退下。安本元,元年、父、トバインの追善供養のため、母、カスガ局と共に元首となり、長日普段の断疑書及び、 トバインラの母体を弔うところとして、最業の武行により高の山に蓮華上院を創建。樹英元年、後白河院と遊女の間に生まれた、恩城寺宮、静江あじゃりを有志とする。元略元年出家。五辻祭院御所を、訪門院乗り子ない新郎に譲って、第五代に従していたが、研究九年に消防した。正士内新郎が創建した、レン上院の後ろ身。 高野山大街道。現在の大街道は、河江元年再建。家人、西行は、昭子にとっては、祖父、佐根義の家人であり、父、鳥羽院の北面武士でもあった。こうした縁もあり、鳥羽院追善を目的とした、蓮華上院の造営にあたっては、当時高野山に従していた西行が肝心を、務めている。昭子は、蓮華上院の維持費用として、相続した。 木の国の南部省から水田十丁を寄進している。自称元年には早くもレン上院が東別所から団伽藍に移築され、今後ミネテラ方と大田法院方の総論を和解させるための団儀の場として用いられた。その後も少子は南部省からの収入をレン上院仏製東油及び団儀造と模量に充てるなどして講演し、研究五年には約二百0ある。 同章全体を隣接の相良省約30丁とともに、連下上院に寄進することを決めている。ありがとうございます。